ですね、富田先生の話聞くまでは私も書道に失敗したということは、忘れてる、ないしはなんというかあまり報道をチェックしてなかったので、本当に今聞いて、あ、そうやったのかというふうに思いましたけど、その2ではですね、じゃあそもそもですね、その大阪の医療体制はどうなっていたのか、歴史を振り返ることが必要だと思うので、そのあたりを中心にお聞きしたいと思います。この10年、15年で一体何が起きていたんですかね、大阪の中で。その橋本徹氏がツイッターかなんかでね、ちょっとそういう起死回生を図ろうとしている、冒頭のところで、自己批判をしてますよね、でどういうことを言ってるかというと、僕の改革によって、今その保健所や府立病院などの現場が疲弊していると、いうことを率直にある意味では認めている。で、認めたんですね。そのことを認めた上で、ちゃんとやるっていうふうに、うまく切り返したっていうことになるんだけど、この辺もうまいんだよね、うまいんだけど、やっぱりもし大阪でこれ以上感染が拡大して医療崩壊が起きていくとすると、その責任はやっぱりね、維新不正、維新姿勢に求められざるを得ない、この10年。大阪の吉村知事の対応が一番最初にこう脚光を浴びるのはトリアージなんですよね。トリアージ、つまりその重症者は病院に入れると、中等病者はその中等病専用の病院に入れて、軽症者は自宅に待機させる、いわゆる仕分けしていくということですね。で、今現に東京なんかではもうそういうこと、大阪でもそうですけども、もうそういう時代に なっているわけですよね。だから埼玉みたいに自宅療養していた人がいなくなってしまうというような悲劇が起きてるんだけど、でこのトリアージの考え方っていうのが非常に先を見越した素晴らしいもので、これぞ大阪方式だって申し上げられたわけですよ。だけどこれも実は裏があって、実は大阪はその自ら その維新が自らになってきたね、10年間の間に医療体制をガタガタボロボロにしてしまっているので、そういうことを先駆けてやらない限り、この感染拡大に対応できないっていう、そういう現実があったわけね、で余裕があればそんなことはしなくてもいいんだけど、もう大阪はもう本当切羽詰まって余裕がないと、赤字が言うて保健所とか病院とか削減してましたもんね。そうね、もうそういうもう切羽詰まった状況だったから出てきた知恵なんであって、でそれは何も称賛されることではなくて、自分たちが招いた、その医療危機っていうかね、医療のこう体制のもう脆弱化というものに対してやむを得ず取った、そういうものだったっていうことをちゃんと考えておく必要があるんですよね。例えば保健所がね、大阪市に一箇所になっちゃったのは別に維新の以前から起こってることなんだけど、そうなんですね。大阪市のもうびっくりしたんですけど、大阪市の保健所って一つしかない。そうしかない。その2000年にリストラで一つにしちゃったと。そうね。だから関市長の時代からリストラしてたわけですね。28あったんですよ、保健所がね。府の数、区の数よりも多かったんですよ。28、ね、そういう保健所を一つに統合するっていうことを、がもう維新不正になる前からやってるんだけど、もうそれをよりこう徹底して、設定したリストラをやったっていうことが、今例えばそのね、帰国者接触者相談センターっていうのは実は保健所のことなんだから、でそこの電話が通じないとかね、その保健所がもう大変なことになってる、もう本当に戦場のようになってるっていうのも、28あった保健所がね、一つになっちゃってるんだから、それはそうなりますよね。で
でそういう、こう250万からの人口を抱えている都市で、はい、保健所一つっていうね、はい、およそ信じられない。で、まあ、もちろんこれ医師のせいではないんだけど、それはあの小泉改革の流れで、そうなんです、ずっとその新自由主義的な、うん、もうそういうあの余計なものいらないという形の改革というか改悪やと思うんですけど、それがすでにあって、うん、その改悪を仕上げたのが橋本さんということでしょうね。そういうことですね、はい、だからそういう意味で維新のせいだけにはできないけども、はい、でもそういう流れの中に、はい、やっぱり維新はしっかりいたわけですよね。だから、ね、こんなあのことで公衆衛生が守れるのかっていう話、はいはい、公衆衛生の専門機関である、はいはい、府立公衆衛生研究所ね、公衛研究ですね、はい、それから私立環境科学研究所、はい、これは大阪府と大阪市と2つあったんですよね、三科研っていうんだけど、はい、この府の公衆公衛研と市の三科研を二重行政だって言って、そうですよ、当時あの大阪都だと言ってる時に2ついらないとか言って、うん、はい、で何が二重行政なんだって話で、はいはい、まさにこういう時に、はい、そう2つあることはとても大事なんですよ ね。だからやっぱりその公衆衛生とかそういったものについて医療とかっていうのはバッファーを持ってなければ、はい、うん、そうねえ、いざという時に備えられないんですよね。でそういうこう何ていうか、うん、彼らの考え方やり方のこう、うんうん、重大なこう欠点が、それ典型的ですよね、うん、公衆衛生の一つにして職員削っちゃったというのはね。そう、ああ、でさらに、その住吉市民病院を廃止してるとか、住吉市民病院廃止したんです、それも二重でしょ、二重が2ついらないって廃止して、ね、それから救急救命センターの補助金をどんどんカットしちゃったとかね、千里の救急センターに3億5000万の補助金カットして、うんうん、あと赤十字病院の補助も廃止して、そう廃止してる。でとにかくもう医療をのとことん切り縮めていじめてきたわけですよ、ね、はい、だって橋本さん、あの公立でいるのは図書館だけでいいと思う、うん、確か当時、はい、でさらにね、これもちょっと最近聞いた話なんだけど、はい、重症市民病院を中等症、はい、まあ、中ぐらいのね、はい、患者の専用病院にした、コロナの専用にすることで、がん患者とか退院させ、検査されて、はいはい、やってると、はい、だけどその重症病院のその現状たりは悲惨なものらしくて、はい、あ、そうなんですか。これ大石明子さんからの、ね、はいはい、情報なんだけど、淀川区のね、淀川区でね、はいはい、で要するにマスクがないと、え、ちょっと待ってくださいよ。そのコロナ専門の病院なんでしょ。マスクない。1週間に1枚か2枚しか支給されないと。このアロで作ってるわけ。うん。はあ、ね。でさらにその防護服がないと。はあ。で例のあの雨がっぱ、はい。あの雨がっぱが配られてると。でそんな体制で、でその市民病院の職員の人たちには危険手当すら支給されない。ちょっと待ってください。それコロナ専門の病院に指定したわけでしょ、うん、そこに防護服もないマスクもない、ね、危険手当もない、うん、もう院内感染したら感染しろと言ってるよ、しろ、だから感染者増やせみたいなもんじゃないですか。そうなんですよ。だからもう本当にね、なんかねそのパフォーマンスでこうやってる感は見せてるけど、はい、その実態はかなり怪しいし、これ本来メディアがもっと報道せなあかんのちゃいます？現場行って見てこなきゃいけないと思うんですけど、はいはい、ね、はい、10万着マンマガッパが市役所に送られたんでしょ、はい、それ誰が受け取って誰がそれを整理して、はいはい、本当に使われてるのかどうかも含めてそれ、はい、例えば震災の時 の、うん、避難所にいろんなものを送られてきた経験を僕はしてるので、はいはい、分かるけど、それはねもう全く無駄な労力ですよ、はいはい、であれは全く美談ではない。だからもし、はいはい、雨がっぱ10万っていうのを、ね、うん、取り上げるなら、うん、それを受け取って、はい、誰がどういうふうにそれを整理して、はい、うん、そういうところをちゃんと取材しなきゃダメですよね。そうですね。だから市の職員にものすごく大きな余計な負担をかけてる、うん、
あのアメリカやったら例えばニューヨークタイムズとかワシントンポストとかファクトチェックに入るんですよ、トランプの言ってることを。日本はそれがあまりないから、言うたら言いっぱなしで済んじゃうんよね、政治家の方が。そうだから強い言葉を言うたもん勝ちみたいな形で、あの橋本さんは典型ですけど言いっぱなしですからね。でね、あの、まあ、話が元に戻るけど、はい、安倍総理はあまりにもひどいことだから、はいはい、つまり、はい、で あまりひどいですが、マスク2枚とかね、はい、安倍のマスクとか、うん、でそうするとね、やっぱりそのメディアも、はい、あまりのひどさにやっぱりファクトチェック入っていくわけですよ。はいはい、だから、はい、あの血管菌、カビが入ってたり、虫が入ってたりとか、カビが入ってたっていう、はい、でそれを追求すると、いや、それはもう回収するんだとか、うんうん、不良品が7,000円ぐらいあるとかね、はい、そういうのも全部分かってくるんだけど、はい、それに比べてやっぱりマシに見えるもんだから、うんですね、そういう追求が甘いんですよね、きっと、ね。テスト、100点満点のテストでは5点ぐらいしか取らへんやつと、20点ぐらい取ってるやつやったら、合格60やだけど、20でもええかと思いますもんね。だからそういうことにまあうまく助けられてるっていう部分もあるし、まあそれをやっぱりうまいこと、まあ、やっぱりこのさっき言った初動の失敗から、はい、起死回生のこう転換をした時あたりから、うん、橋本徹氏の影が、そうです、影がっていうか、もう影じゃないよね、そうですね、どんどんもう毎日毎晩、うん、あの長期にわたって出て、出てるでしょ。で、あれですよ、東京のキー局であのテレビ出演して、もうすごい長い時間かけてやってますから。だからね、やっぱり橋本っていう人は、うん、まあ、そういう意味ではね、天才的なポピュリストなんですよ、やっぱりね。舐めたらあかんのですよ。路上のテレビ緊急破れかぶれ放送第5回関西学院大学教授富田浩二さんに聞く、いかがでしたでしょうか。いや、コロナ対策の専門病院に指定された重曹市民病院でマスクも防護服も足らない実態、びっくりしましたね。背景にあるのはこの10年間で橋本さんが削りに削ってきた医療保険分野のリストラがあったんだと思います。そんな橋本さん、そして古文と言ってもいい吉村さんの人気がなぜ今上がっているのか、ズバリ私の考えを述べたいと思います。それは安倍さんの賞味期限が切れたから。つまりですね、日本を操りたい人たち、例えば自民党の重鎮たちとかアメリカですね、財界や官僚の皆さんはまずこれまで小泉さんで騙してですね、そして安倍さんで長期に騙してきましたが、もう安倍さんがダメだと。じゃあ安倍さんの後はどうなのか、いないんですよ、これ自民党の中にね。進次郎さんはまだ早すぎるし、岸田さんは足りないですね。次の選挙で勝とうと思えば、つまり庶民を騙し続けようと思えば、小池都知事か橋本さん、このどちらかをトップにして新しい保守政党を作る、そしておとなしい日本人をこれまで通り騙し続けようということではないかという気がしております。個人的には橋本総理だけはね、もう本当勘弁してほしいと願っておりますが、これからもですね、路上のラジオ、路上のテレビがどこからも自由に忖度、自粛なし、タブーなしで発信続けるために、どうかリスナーの皆様から引き続きのご支援をお願いしたいと思います。寄付の宛先はゆうちょ金庫00950-6-23-8014、あるいは近畿労働金庫吹田支店8788810となっております。さて、緊急破れかぶれ放送、次回は富田先生の最終回となります。テーマは政治家や公務員は10万円を返上すべきなのか。では次回もご期待くださいね。